1ヶ月プレイしただけでこんなに祝ってくれてありがとう。そんな神アプリウィンドボーイズのゲーム実況を今日もやっていきます。ヒロインは中条謝らないと名付けておりまして、イケメン生徒たちと吹奏楽部の再建を目指す物語です。早速ご覧ください。どうぞ。いぶき吹奏楽部伝統曲、そんなものがあるんだね。そして街中の描写、ショッピングモールかな。練習用の楽譜いくつか見繕っておかないとな。まずはレベルに合わせて3曲くらいか。それぞれの楽器の教本と、あと必要なものは、ん？あれ？あの子は確か、あ？ひょっとして辻レイト君ですか？あんた、あん時の、何の用？入学式の時に会ってますよね。辻レイト、2年生。いえ、用というわけではないんですが、こんなところで何をしているのかなと思って。関係ねえだろ。用がないなら話しかけんな。荒ぶってんな。手に持ってるのはジャズの CD か。ということは、辻君もやっぱり音楽が好きなんですね。話しかけんなっつったろ。反抗期。辻君はどうして暴力事件を起こしたんだろう。あ、これ認識してるんだね。まあ彼が暴力事件を起こしたせいで吹奏楽部は活動停止になって、まあそこから再建していくって物語になってるわけですが。それでは練習の前に皆さんに嬉しいお知らせがあります。まずは先日吹部の見学に来てくれた。みんな、この前ぶりですね。よろたのう。今日から吹部のメンバーに加入したイジョンいます。ファンもひっつれて入部ですね。いい、やっぱり顔がいい。ますますファンクラブもウィンボも盛り上がるわ。ヤス、またか。分かってます。とりあえず公式サイトに彼の入部のお知らせは掲載しておきます。なんだかんだやってくれるんだね。で、他に何があんだ、嬉しいことって。はい、なんと吹部に演奏会出演のお話をいただきました。おお、待ってました。どんな演奏会でも全力でバッチコイだ。活躍のチャンス。演奏会バッチコイだ。ミナト、それ絶対意味分かってないよね。まあそういうキャラじゃないもんね。オウムか何かか、お前は。5月頭に市内で開催される風と緑の楽と音楽祭、吹奏楽の日のステージです。あー、嬉しいな。楽と音楽祭大好きなんだ。出れるんだ、楽しみ。まあ有名なお祭りなんかな、このエリアでは。早速のステージ、めちゃ嬉しみね。音楽祭って毎年盛り上がっててたくさん人が来るよね。そこでステージ出るとか、モテのチャンス到来だよ。もうそれしか考えてない。ねえねえ、どうしよう。ひびくん、モテちゃうよ僕たち。ひびくん聞いてる？いつも巻き込んでるよね。うん、楽しみだね。あれ、なんか元気なさそう。それにしてもよくこんな少人数で出させてもらえることになりましたね。まあ他のね、部活もチャンスあるわけだからね、他の学校のね。それが商店街の会長さんが推薦をしてくれたみたいなんですよ。気に入られちゃいました、タラガワフェスタ。そう、なんだか嬉しいわね。総主、それはなんだ。風と緑の音楽。風と緑の楽と音楽祭だ。品定めが得意な芸能人ですかね、ガクトさん。毎年ゴールデンウィークあたりに駅周辺や石川県立音楽堂など市内の至る所で演奏会が開催される音楽の祭り。まあ恒例のお祭りなんだね。祭り、商店街より祭りか。そうね、人数とか参加者の規模だけで言えば祭りじゃないかしら。じゃあタラガワフェスタよりステップアップにはなりそうだね。想像してみて、街のいろんなところでたくさんの人がいろんな楽器を演奏してるの。
あっちでシャンシャン、こっちでズンズンタンタン、街中がリズムとメロディーで溢れてるんだよ。なるほど、タラガワフェスタ以上に音楽主役になってる感じもあるね。ああ、それはすごい大変だ。マシューがよく言うヤバいだ。このままだとミナトがどんどん変な日本語を覚えちゃいそう。まあ日本人なんだけどね。へえ、変じゃないもん。ああいうのってプロの人たちが出てるんだと思ってました。そうですね、メインステージはフィルハーモニーなどのオーケストラをはじめ国内外の著名な指揮者や作曲家の方々、声楽家やピアニスト、バイオリニスト、それから日本の伝統芸能の方などそうそうたる顔ぶれが出演します。そこに肩を並べるわけね。ですが中には地元の高校生や吹奏楽団、市民合唱団が出演できるプログラムもあるんです。まあ社会人になってね、そういうの続けてらっしゃる方もたくさんいるもんね。すごいや、そんな人たちが参加するものに俺たちも一緒に出れるなんて。ちなみに今回そこで皆さんが演奏するのはサニーデーという曲です。あ、三章のテーマ。これは毎年さまざまな演奏会で吹部が演奏している曲です。いわばこの部にとって伝統的な曲でもあります。去年は演奏できませんでしたから、今年はこの機会に披露しましょう。リベンジだね。嬉しいことしてくれるじゃない。息だよね。それでは楽を配るので。うん、なんか元気なさそう。音楽祭に出たところで内申点に関わるわけでもない。合理性しか気にしない。いち早くコンクールの練習を始めた方が有意義だと思うんだけど、ね、まあどうなんだろうね。急がば回れじゃないけど、他のこともやるっていうのが表現の幅を広げたりすることもあるんじゃないの。え、ああ、まあ確かにそれはそうだね。ぼーっとしちゃって。あれ、なんだ、予想外の反応。君もそういう口かと思ったけど、読み違いだったかな。合理的なことを言いつつ、なんだろう、感情的なところを引き出そうとしてるところあるよね。そうかな。うん、響く、安人、はい、お前らの楽譜。ああ、ありがとう大勢、助かるよ。だからこういうお礼とかもちゃんと言えるキャラクターだよね。嫌味なように見えて実はなんか感情に揺さぶられるタイプだよね。ほい、これ響くの。うん、ありが。バタバタバタ、何これは。え、なんかすげえ音してね。おい、ちょ、お前待ってって。頼もう。新入部員か。え、トゥービーコンティニューだ。鬼が出るか、ジャガー出るか。頼もう。元気いっぱい。え、バカかお前、恥ずかしくないのか。思春期らしからぬ。トバヤクーリー、貴様どうしてここに。犬猿の中。安心しろよ、お前に会いに来たわけじゃない。まあすでに意識してるけどね。誰。超速中吹奏楽部の部長だったトバヤだよ。知らない。吹部出身の子たちの中では有名っぽいよね。ああ、超速中は知ってる。あの北陸予選常連校のところだよね。確か全国にも行ってなかったっけ。名門。行ってたね。ほえー、そんな人が入部するんだね。もしかして君たち見学ですか。いや違う、むしろ入部だよね。僕吹奏楽部に入部します。あとクーリ君も。強引。はあ、ほらクーリ君も元気よく入部するって言ってるじゃないですか。まあこのくらい強く背中を押されないと入んなそうだったよね。言ってない。今のでどうやったらその解釈になるんだ。勝手なこと言うなよ。まんざらでもなさそうだけどね。勝手じゃないよ、クーリ君だって入りたいでしょ。いつどこで俺がそんなこと言った。言ってはいないよね。言葉にはしてないかもだけど、友達だもん、分かっちゃうよ。ぐいぐい行くね。あのトバやクーリが転がされてるな。うん、背中をゴリ押しされてる。ほんと、あんなトバやクーリ初めて見るな。まあいい組み合わせなんでしょうね。今日だってちゃんと楽器持ってきてくれてたじゃん。僕知ってるよ。
この二人見た目的にはね、クーリ君の方が強気そうに見えるんだけど、小次郎君の方が強気なんだね。いや、別にあれはそういうんじゃ。タジタジ。よかったら見学だけでもどうですか？まあ無理にとは言わずってやつだよね。今からちょうど練習を始めるので、もし少しでも水分に興味があるなら見ていってもらえると。練習、僕も参加したいです。入部届もう書いてきたから。はい。兄弟喧嘩は大丈夫？お兄さんには止められていたんだよね。よろしく先生。ぐいぐい来てるけど。さあハイタッチ。でも丸山って名字で気づきそうだよね、先生的にも。ありがとうございます。これからよろしくお願いしますね。お兄さんは反対していたよって言いたいけど。うん。皆さんもよろしくお願いします。1年 B 組丸山小次郎です。まあ体が弱いから心配されてるんだけどね、お兄さんとかご家族からは。ここで自己紹介、丸山小次郎。お兄さんはね、前回掘り下げましたけど。クーリ君も挨拶しようよ。まあ一人だけ見学ってわけにもいかないでしょう、楽器持ってきてんなら。トバヤです。1年 B 組のトバヤクーリ。楽器持ってきてくれたんですよね。よかったら君も一緒に演奏しませんか？わかりま。これはこれはトバヤ君。確かお遊びには付き合えないと僕の誘いを足げにしたな。規則中の元部長に頭を下げられて無下にもできないだろう。だから来てやったんだ。はて、何のことだったか。これ意識して入んないんですかね。お前な、何やってんの二人。まあ結局仲いいんじゃねえかって感じだけど。仲いいみたいですね。そう見えますよね。ねえ、だからあんたよく天然って言われない？え？はいはい、その辺でストップ。すいませんね、うちの子ってば朝食中のことめちゃくちゃ意識してたもんね。総州もさ、部員が増えるのは嬉しいだろ。それに小林がうまいのはお前が一番分かってんだし。まあだからこそ意識してんだろうからね。な。ま、いいだろう。俺がお前たちを全国に連れてってやる。入部してやるよ。めっちゃ上から。いいですよね、先生。はい、それはもちろん。結構態度はでかいのに先生にはちゃんと敬語使えるんだね。ついでに入部するにあたってはっきり言っておきます。俺は吹奏楽の指導未経験のあんたが顧問をやるって聞いて正直がっかりしました。まあこのね、ヒロインが顧問を務める前はすごい教師がついていたらしいからね。はあ、名指導者がいたって話。ああ、純太先輩落ち着いて。まあそんなヒロインを尊敬してるのが純太くんですからね。前任の顧問である増田先生は指導者として有名な方でした。俺も指導が受けたくて伊吹を受験した身です。まあ伊吹高校は進学校だけど、そういう意味でも名門だったからね。うん。ですが商店街で偶然演奏を聞いて正直驚きました。偶然強調するね。人数も足りない、経験不足のメンバーもいる中で、あの演奏は確かに通行人の足を止めていました。というわけで先生、あなたの指導者としての能力を信じてみることにします。ツンデレかよ。はい、わざわざディスる必要あった？真剣なんだ、吹奏楽に温厚な先生。あいつ黙って聞いてりゃ偉そうに。まあどんなにディスられてもこっちは謝んなかったけどね、中条謝らないですから。素直って言えば素直だし、真面目って言えば真面目なのよ。ただ言い方ってもんがあるわよね。まあ不器用なタイプかもね。それは同感ですね。なんだ、そんなに気になってイベントの演奏を聞きに来てたのか。あ、こういうタイプのスチルもあるんだね。だから偶然だって言っただろう。気づくのが遅すぎじゃないか、ドバやクーリ。まあどっちも頭いいからね、頭いいなりのバチバチ感があるね。僕はお前よりもはるか先に先生のポテンシャルに気づき、信頼し
ついていこうと決めた。まあ先生が悪く思われてないんだったらいいけど。よく言うぜ。相変わらず口がお達者ですね、金子くん。減らず口の戸谷くんにだけは言われたくないな。気が合う二人なようで何より。おい、王政、総州がおかしくなった。まあある意味冷静。心配すんな。あいつら前からああなんだよ。慣れっこだね。おい、総州、眼力でメガネ割れんぞ。クーリ君も、なんだかよくわかんないけど、落ち着こう。仲良くしよう。まあでも変に緊張感なく入ってこれていいんじゃないかな。ガヤガヤバチバチってもっと賑やかになりそうだね。打楽器らしい表現。彼もトランペッターですよ、美濃池先輩。は？誰？巻き込まれんのかって思ってそう。鬼が出るか蛇が出るかですかね。大丈夫だよ、きっと白い鳩が出てきてくれるよ。マジックみたいな。 To be continued。俺様の目標。それでは経験者である戸谷くんには早速練習に入ってもらうとして、丸山くんは。その前に一ついいですか。ん？はい、どうぞ。この俺が入部した以上、コンクールでは上を目指してもらいます。あ、こういう尻叩くタイプ必要かもね。全国の舞台でトップを取る。俺はそのために伊吹に入学しました。引き締まるね。増田先生がいなくてもその可能性を少しですが感じました。だから俺は入部を決めた。ただこの上から目線、チームとしてどうかなってところはあるけどね。生半可な気持ちで部活動をするつもりは俺にはありません。先生もみんなもそのつもりでお願いします。でも元々部長だったって感じがするね。引っ張っていくタイプなんでしょうね。ガチじゃん。エンジョイ勢っぽいもんね、マシュー君。ま、言い方はどうあれ、目標としてはいいと思うわ。もう一度全国への切符を、私たちにとっては悲願みたいなもんだしね、ガキ。まあ元々はいけるはずだったんだもんね、実力的には。うん、そうですね。今度こそ全国に行きたいです。名古屋の会場に行きたい。うん。でも初心者宝くんにとってはこれ圧になってるんじゃない。結構目指せ全国大会、僕も賛成です。いいんじゃないですか、わかりやすくて。うん、結構情熱的なこと好きだよね結局。そのためにはまずそこのトランペッター2人名指し。はあ。まず飯塚湊斗、お前の演奏はデタラメすぎだ。あれじゃコンクールでは全く評価されない。まあチームとしてだからね。そして美濃池先輩でしたね。まあなんだかんだちゃんと敬語。あなたはかもなく不可もなくだけど、明らかに経験と自信不足です。音からもそれを感じる。ズバッと言うね。歯に気抜きせない。いいですか二人とも、同じパートである以上俺の足を引っ張るような演奏はやめてもらいます。覚悟してくださいよ。ここでこの二人が仲良くなっちゃう？だからそこ！っていうかあんたらもなんか言えよ。まあ、この辺小次郎くんがブレーキになってくれるのが今後の期待かな。大丈夫なんだろうか。まあなんだかんだね。さて丸山くんですが、吹奏楽は初めてでしたよね。初心者でも比較的音が出しやすい楽器で言うと、トランペットかサックスじゃないですか。あー、でもトランペットはもう3人もいるから。あ、そうなんだ。トランペットかサックスなんだね、こういう時。サックスだったら人員も足りてないしちょうどいいんじゃない。もちろん聴かせる演奏となると難易度は他と変わらないけど、音だけなら一番出しやすいし。リードはあったわよね。なるほど、そういう理由ね。うん、ありますよ。小次郎くん、試しに吹いてみる？
それとも何か希望の楽器があったりしますか？ホルン。え？僕、絶対ホルンがいい。優しくて綺麗で、柔らかくて、あったかい音で、広い空に、ふわーんって響いていく感じ。うん、愛はすごいね。くるっと丸まってて、カタツムリみたいな形も可愛くて、僕にぴったりだと思いません？誘導尋問みたいな聞き方。でもホルンって難しいわよ。難易度が世界一高い管楽器だって言われてるくらいだし。あ、そうなんだ。それは初耳。音を出すのも苦労するって言いますしね。小次郎くん、大丈夫？うん、それでも僕ホルンがいい。そっか、じゃあ頑張ろう。うん、なんだかんだ応援してあげるんだね。それじゃあ練習してみましょうか。やったー。ねえ先生ちゃん、今うちでホルンできる部員いないけど指導は大丈夫？あれ、イジョン君が確かホルンじゃなかったっけ？実は私もホルンはあまり。でも今日からはイジョン君が入部してくれたので。ただ水部出身ってわけじゃなく、ドラマの役でみたいな話だったよね。僕ホルン吹ける人知ってます。それお兄ちゃんじゃない？え、めっちゃいい子だから、ホルンのコーチもやってくれると思うよ。これ分かってて言ってるんですかね？あー、でも今日は帰っちゃったかも。明日来てもらえないか声かけてみるね。本当ありがとう。小次郎くんのお家にいるよ。僕も今日から入部しました、以上言います。同期メンバーだね、よろたの。あ、優しいね。1年生と先輩になるんだけど、同期メンバーっていう言い方。イジョンくん？先生、ちょっとの間だけチーだよ。そのうち話します。今だけ指切りけんまん。あ、分かっててわざと言ってるんだね。うん、兄弟喧嘩で揺れてますからね。ただいま。小次郎ちゃん、よかった。遅かったから心配したのよ。過保護っぽい母ちゃん。ごめんねお母さん、ちょっと友達と寄り道してたんだ。うん、部活とは言わないね、反対されてるから。おかえり小次郎。寄り道ってこんな時間まで一体何をやっていたんだい？過保護な兄ちゃん。兄ちゃんには関係ないでしょ。僕着替えてくるから。うん、この二人の間を取り持とうとしてるんでしょうね、イジョン君は。あらあら、反抗期かしら。あ、まあそういうお年頃ではあるかもしれないけどね。 To be continued。 飴とムチ、ムチは知らない方。はい、では今日はここまで。次の授業で単語の小テストをするので忘れないように。英語の授業後。はーい。 B 組。小テストって、受験が終わってもテストばっかりだな。進学校あるある。はあ、勉強は嫌いなんかな。ご機嫌。よし、絶対吹けるようになってやるもんね。これはお兄ちゃんとかご家族を見返そうとしてんじゃないかな。うん、難易度が高いからこそホルンやりたいのかもしれないね。うわ、何の音かと思った。丸山かよ。これ迷惑だね、急にやったら。ごめんごめん。進学校は休み時間も勉強してる子結構いっぱいいるからね。何吹いてんのそれ？マウスピースだよ。ホルン吹くための練習。偉いでしょ。意識高いのはいいけど、早くみんなにもお披露目できるように頑張るね。これ嫌に思うやついるでしょきっと。たく、何やってんだあいつ。おい小次郎。なに？いや、マウスピース口に当てたまま喋るなよ。会話する気ねえのか。ごめんごめん。何？あ、もしかして僕と一緒にお昼ご飯食べたいとか？友達だからな。違う、それだよ、それ。マウスピース。
頑張ろうっつう気持ちは評価するけど、さすがに教室でやるなよな。実はクーリ君の方がね、マナー守れるタイプ。そっか。じゃあクーリ君、練習付き合ってくれる？あ、巻き込み方がうまいな。仕方ないな。待ってろ、俺もマウスピース持ってくる。うん、勉強より吹奏楽って心境だったところだからね。やった。うん、うまいこと巻き込んでいったね。どうどう、僕の上達っぷり。どうって、まあ初心者にしては音出てる方だと思うけど、まだまだ要練習だな。まあなんだかんだ面倒見いいよね。そっか。初っ端から音階の練習じゃなくて、まずはロングトーンを練習した方がいい。吹く息の量を一定にして滑らかに音が出せるようになってから、タンギングとか音階に移るんだよ。いいコーチだね。ふむふむ。例えばそうだ、走り書きだから見づらいのは許せよ。こんな感じで。優しい。半音降りてまた元に戻るってのを2小節かけて吹く。この記号はスラーっつって、音を滑らかに吹くための。ちゃんと初心者向けに。ってお前、何人の顔見てニヤニヤしてるんだよ。クーリ君って優しいよね。最初は入部するの嫌そうだったのに、今やる気いっぱいだし。言わなくても思ってること分かってるんじゃなかったっけ。人が説明してやってんだからきちんと聞けよ。本当だよね。ありがとね、クーリ君。まあでも小次郎君いいやつだよね。まあ同じ楽器じゃないから限度はあるが、分かんないことがあれば教えてやってもいい。うん、じゃあちょっとやってみるから聞いてて。ダメだ、ロングトーンなんだから息は吹きっぱなし。大きく吸ってゆっくり吹くのを意識するんだ。もう一回。うん、でもこういう初心者キャラたちの成長記録も楽しみだよね。ちょっとは褒めてくれてもいいのに。なんか宝くんだけが初心者だったからさ、こういうメンバーも重要だなと思ってました。僕褒められて伸びるタイプだから、飴も欲しいな。これで飴とムチってことね。飴？んなもん今持ってねえけど。頭いいんじゃなかったのか？ん？で、何味が好きなんだよ。買ってくれるつもり？僕ね、いちごミルク味が好きなんだ。覚えててよね。あの三角形のやつ、うまいよね。時々舐めたくなる。大輔くん、朝話した時知らないみたいだった。小次郎くんが入部したこと。裏事情分かってるんだ。どうしてあんなに仲良しなのに。小次郎頑張ってるよね。イジョンくん。総学アンニョン。僕はこれからホルンのコーチを頼みにマブたちのところに行くとこだよ。画策中です。そしたら総学の背中が見えたから気になって声かけちゃいました。そっか。あの小次郎くんのホルンの先生なんだけど、実は小次郎くんってお兄さんがいてね、大輔くんって言うんだけど。全て分かった上だよね。丸山ブラザーズだね。知ってます。僕もブラザーズの一員、真ん中っ子なんだよ。大輔は僕のブラザーでマブダチなんです。小次郎のコーチは大輔がぴったしだよね。うん、まあ結局吹けるようになって認めてもらいたいじゃなくって、やってる過程も含めて認めてもらう形になるんかもね。だからこれから大輔のところに行くよ。イジョン君、二人が兄弟だって知ってたんだ。うん、演技派だよね。うん、知ってました。僕、兄弟の絆は大事にしてほしいんです。総学もでしょ。うん、僕も一緒に行ってもいい？大輔くんのところ。もちろん。僕と総学は仲間だね。丸山ブラザー仲直り大作戦、よろたの。
うん、どんな作戦なんでしょう。うん、よろたの。 To be continued。 兄弟喧嘩2、最後ここまで見ていきましょう。あれ、待って、もしかして俺、やらかした、小説番号振り間違えてる。声がでかい。お前何度そのミスをすれば気が済むんだ。まあ初心者ではないんだもんね。うっげー、どこでずれたんだよ。やり直しじゃん。くそー、これあるあるなんですかね。俺は経験ないからわかんないけど。どれ、貸してみろ。金子先生、あれおかしいな。どうかしたの、中君不調？もしかしなくても王政から聞きました。かわいい名前じゃない。で、どうしたわけ？あ、なるほど。楽器に名前つけてるんだね。あ、いや、なんかチューニングがうまく合わなくて、いつもより高いっていうか。ああ、そういえば言ってなかったわね。金管楽器は気温の変化に弱いのよ。うん。気温が上がると音程も高くなって、逆に気温が下がると低くなるの。うん、その日の調子があるんだね。へえ、今日はいつもより暖かいし、そのせいじゃない？なるほど。中君の具合が悪いわけじゃないから、心配しなくても大丈夫よ。ミナちゃんの真似して楽器に名前つける、だから尊いエピソードを提供してくれたキヨシに感謝だわ。これはネタにされるんでしょうね、ファンクラブの。わかんないけど、セリア先輩が嬉しそうだからいいか。温厚。セリア先輩、ちょっと教えてほしいんですけど。どうしたの？まあ、全国クラスの先輩だからこういうとこ頼っていった方がいい。僕で本当に大丈夫だろうか、うまく教えられるかどうか。お兄ちゃん大丈夫だよ、入って入って。失礼します。え？ギスギスしちゃうよ。小次郎、ホルンを教えてあげてほしいって言われて来てみれば、まさか小次郎だったとは。まあ、水部入りたがってたからね。いつ吹奏楽部に入部したんだい？まだ兄ちゃんとの話し合い終わってなかったよね。まあ、先生は先生で受理しちゃってたけどね。話したじゃん。そしたら兄ちゃんが反対したんでしょ？だから僕は自分で決めたの。前も話したけど、小次郎にはまだ早いよ。まあ、なめんなよってことだよね、小次郎くん目線だと。早くない。早いだろう。昨日だって夕食の時あんなに眠そうにしていて。まあ、お兄さんとしては心配なんだけどね。お互いになんかね、うまくいかないところだよね。練習で疲れていたんだろう。そんなことでこれから先続くわけないじゃないか。体が弱いから心配なんだよね。なんだかうまくいかないね。よろしくない空気になってきちゃったよ。作戦は何だったの？総学？大輔くん、中学の時一緒の吹奏楽部だったんだ。だから高校でもやろうって誘ったんだよね。ほう。でも弟の受験勉強を見てあげたいから、使える時間は全部小次郎くんのためにって水部に入らなかった。ああ、そんだけ愛があるんだ。そうだったんだね。大輔はめちゃ小次郎のことを思ってる。うん、それなのになんでこうなっちゃうんだろう。こういう時どうしたらいいのかわからないんだ、僕は。うん、まあ、お兄ちゃんに心配をかけたくない弟と、弟を心配する兄ってお互いを思い合うがゆえのすれ違い、喧嘩あるあるだとは思うけど。総学、僕たちの作戦まだ終わらないよ。そうでしょ？どんな秘策がある？リジョン君。はいはい、大輔、こちら僕から提案あるよ。不穏な BGM は終わってないけど。大
イスケがコーチできないなら僕が小次郎にホルンを教えます。どうかな。伝言ゲームみたいになるってこと？え、うん、大輔くんからイジョンくんが教わってイジョンくんが小次郎くんに教えるってこと？え、イジョン先輩ホルン吹けるの？実はちょびっとだけね。人に教えたことないから僕もめちゃんこ頑張るよ。あ、でも同じ目線に立って教えられるっていう意味ではいいかもしれないね、そのクッション。わあ、ありがとうイジョン先輩。まあ上級者になっちゃうと初心者の気持ち分かりづらかったりもするからね。ソガク君、イジョン君、ごめんよ。僕はこれで失礼するね。先生も練習中お邪魔しました。ああ、機嫌損ねてる。兄ちゃん、大人の対応だったけどね。大輔君、ソガク君、ごめんね、兄弟のことに巻き込んでしまって。家でやれよって俺も言ったけどね。ううん、僕もごめんね、ちゃんと説明しないで。小次郎君ね、どうしてもホルンがやりたいって言ってたよ。あ、いいポジション。みんなにホルンは難しいんだよって、初心者には大変な楽器だって言われてもね、ホルンがいいって、うん、認めてもらいたいんだよねきっとね。僕、大輔君に好きなことは続けるべきだって言ってもらったから吹奏楽部辞めなかったんだ。まあ結果幽霊扱いされましたけどね。大輔君はもうホルン好きじゃないかな。そんなこと、好きだよ、ホルンはずっと好きさ。そっか、よかった。僕また大輔くんと一緒に吹奏楽やりたいな。うん、お兄ちゃん本人の気持ちはってところだよね。ソガクくんは本当に中学の頃から変わらないね。 To be continued と。まあ、幽霊扱いされてきたソガクくんの活躍も気になるところだけど、今回はここまでにしておきましょうか。このチャンネルでは男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況チャンネルでございます。もしよかったら高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。